アレン・マイケル・シャスネは、セントルシアの実業家、政治家、2016年より5年間、同国首相を務めた。氏名は、アラン・シャスネとも書かれる。1979年に、カナダのケベック州にあるスタンステッド・カレッジを出た後、同州のビショップス大学と、米国ワシントン DC のアメリカン大学より学業、得た。その後、1995年から2003年まで、 エアジャマイカに勤務していた。2006年から2011年まで、ジョン・コンプトン内閣及びスティーブンソン・キング内閣において、観光、民会航空大臣と上院議員を務めた。2013年に野党、統一労働者党の党首に選出された。2016年6月6日のセントルシア議会選挙では統一労働者党は17。 議席中11議席を獲得して勝利し、6月7日に、シャスネは首相に就任。2021年7月26日の総選挙で、シャスネ率いる統一労働者党は2議席にとどまり、敗北した。夫人のラクエルダブレイイコールシャスネとの間に、娘と息子が一人ずついる。ありがとうございます。